まあ、あの漢字の部分の点画、まあ、そもそも漢字の部分って一体何ぞやっていうところから説明をすると、辺とかね、左側にある漢字の部分、まあ、土辺とか女辺とか人辺とか、そういうものを漢字の部分っていうふうに言ったりしますと、その漢字の部分の点画間違ってないですか、こういうふうに書くんですよっていうのを、ね、ちょっとやっていきたいと思います。で、まあ、二水も大丈夫、一応二水書いておきましょうか。二水点書いて、はい、右上払いを書きますっていう感じですね。結構ねありがち、まあ僕は見たことないんですけれども、こう最初の一画目のこいつをピッみたいな、こんな風に周筆の部分を抜いてしまうと、これねちょっとよろしくないので、しっかりと最後は止める形にしましょうということですね。あ、これ点つながりでね、あのもう一つやっておきたいことがあって、例えばあのひらがなに、ひらがなの点点、がとか、点点って、のこの点の点点ありますですよ。点の点点。点ありますよね。で、点のこの終わりの部分、ここもなんかね、抜いちゃう人とかいるんですよ、たまに。チュッチュッみたいな。こういうふうに抜いちゃうと、書写検定の場合はちょっとね、あんまり印象悪くなっちゃうので、これ抜かずにしっかりと最後、止めっていう感じにやっておきましょうか。これ、行書でも同様です。行書でも書くときは、止めっていうふうに書いておくと、一番無難な書き方になるので、これ覚えておくといいかなと思います。これ意外にね、点々抜いちゃう人多いんですよね。古編もまあ、大事。あ、古編やっていきましょうか。まあ、古編、子供の子が、編に来ると、古編っていうふうに言ったりしますと。この古編の一画目、二画目、で、三画目なんでございますよ。はい。古編は三画で書きます。二画ではございませんよ。これは違いますと。これはね、行書の書き方。楷書では三角。楷書では三角で書きます。行書では二角で書きますと。ここ、覚えておきましょうか。もちろん、子供の子単体で書く場合も同様です。一角、二角、三角、みたいな感じで書いてあげてください。次に、立身弁やりましょうか。立身弁。立身弁、まず、筆順がね、これ結構間違えている人が多くて、一画目、二画目、三角目と。あ、ごめんなさい。ちょっと縦角が若干曲がってしまいました。これ少しね、少しだけ曲げようと思ったら曲がりすぎてしまいました。ちょっと書き直しましょうか。少しだけ傾けようと思ったら傾きすぎた。まあ、これぐらいにしておきましょうか。で、立身弁の一画目っていうのは、この一番左のこの点が、一画目になりますと。で、二画目っていうのはこの一番右にある、なんかこう横向いてるやつですね。で、三画目っていうのが縦角でございます。で、ありがちなのが、なんか、縦書いて、ちょん、ちょんみたいな、なんか、そういうのが結構、書き順として書いちゃう人が多いですね。で、この立身弁で、よく間違えられがちな点画は、この一画目の点画を、一画目のこの点画を、チュッ、はい、こんな風に書いちゃう人がかなり多いです。これ、払ってしまう。これ、払う NG でございますので、これ、よく気をつけておきましょう。で、あとは、これは別にどっちでもいいところなんですけれども、私、この立身弁の2画目を右真横に書いたんですよ、これ。で、ここに関してはね、こんな感じで、こんな感じになっちゃっても、なんかこう、斜めになっちゃっても別に大丈夫なところなので、私はこの右真横に書くのが好きなので、こういうふうに書いています、いるっていうだけで、どっちでも大丈夫です。これもありましたけど。で、次、方辺、片辺。方辺、片辺。これちょっとやっておきましょうか。方辺の1画目、2画目、3画目。一画目と三画目やっとこうかな。方辺。まず一例として。はい。まあ、方辺で大体こんな感じですよね。で、この方辺のこの一画目ちょっと注目しておきましょうか。これ。私、今回斜め点で書きました。で、もう一つの形として、はい、こんな形もございます。一画目の点が斜め点ではなくて、縦点での書き方。これも OK です。どっちも OK でございます。ただ、これが、混ぜこぜになっちゃうとダメでございます。つまりどういうことかっていうと、例えば、縦点で書いて、こうやって離しちゃうとか、もしくは、斜め点にして、こんな風にくっつけちゃうとか。これはどっちもダメでございます。どっちもダメ。まあ、純粋に美しいから、美しくないから、ダメっていうことですね。斜め点で書く場合は、しっかりと、この
味覚目とのこの間に間を空けてあげましょうっていうのがめちゃくちゃ重要です。縦点で書く場合はしっかりと味覚目とくっつけましょうっていうことですね。このね、なんかこの区別がついてない人がやっぱすごく多いですよね。1級を受験するレベルの人でもね、1級受験するレベルの人でもやっぱね、ちょっとここら辺が曖昧になっちゃってる人がすごく多い印象があります。これ見え方の部分ですごくね、ものすごいね、こう見え方に影響を与える部分になるので、ここはしっかりと押さえておいた方がいいかなと思います。